すごいお金かかってます。すすめ少女隊、この番組はスキーとゴルフでおなじみのビクトリアがお送りいたします。たぬき、みほ、恋に恋する少女です。たこ、ちいこ、悩み大きい少女です。ちり、すずめ、少女隊。神奈川県厚木市、野村雄二くんから、少女隊の皆さん、こんにちは。二十歳を過ぎたら、どんな名前にするんですか？まあ、これはおばさん隊かな。決まりですね。すずめ、少女隊。川崎市吉田真嗣くんからのおはがきです。ついに始まりましたね。待ちに待った少女隊の番組が。皆さん、自分たちの放送を聞きましたか？はい、はい、これは聞いたんですよね。ちょっとね、こう声がね、ラブっちゃってね、うん、反省するところもあったんですけど、ね、これからはね、頑張りますから。はい、頑張ります。はい、僕は受験生ということもあって、毎日毎日勉強ばっかりです。あー、テレビを見たいなと思うんです。少女隊の3人はよくテレビを見ますか？見るとしたらどんな番組を見ますか？また出てみたい番組なんかありますか？ってことなんですけど。そうですね、よく見るテレビ番組はね、ザ・ベスト10とかね、あとは夜のヒットスタジオとか、あとはベストヒット USA なんかね。うん、それを少女隊用語で言いますと、ザ・ベテン、夜日、ベス日となるんですね。そうですね。皆さんもぜひ使ってください。はい、あとね、チャンネルはね、割とこう争ったりはね、しないね。大体みんな歌番組とか多いから。そうだね。うん。で、ひどい時なんかね、こうテレビをつけて、その下に置いてあるラジカセをつけて、畳の部屋でまたラジカセをつけて、こうガンガンに聞いて、なんか、一生懸命やってる人もいるし。そこの中で手紙を書いてたりする人もいるよね。ちょっとわけわかんない生活をしてますけど、次は、昔よく見てたテレビ番組とか覚えてるテレビ番組ってある？そうだね、レイコはね、このアッコちゃんとか言って、ほらコンパクトをこう開いてさ、テクマックンワイヤトンとかなんとか言うんでしょ。秘密のアッコちゃんなんかね、見てた。ミホも、私も見てた。ミホはね、キャンディーキャンディーとかね、あれね、こうほら番組のね、終わり方がこう、なんかすごく明日も見てくださいっていうの終わり方でしょ。だいたいこう、テリーがどっか行っちゃったとか言って、それで、明日どうなるのかなとか思って毎日見てた。あ、涙がヒューって繋がったりするところが。面白かったでしょ、それもね。なんかこう見ててね、もう悲しくなるのね、なんかかわいそうとか。何考えてるの？チーコは？チーコはね、奥様は魔女なんてすごい好きで、毎日見てました。コツコツコってこう口がね、器用に動くんだけどね。なんで動くわけ？私もあれすっごい考えてね、鏡の前でこう研究したりしたの。こうやって習いたかったとか、そういうなかなかこうできなくてね、それでこうやっぱりなんか、あ、私も慣れたらいいなとか思って動かしてみたけど、あれはこう両端でね、こう口のほっぺたのとこだっけ、あそこにこう糸を引いて引っ張るなんてことはないね。ないよ、そんなことはないよね。どうしてできるんだろう。やっぱり魔女だからじゃないでしょうか。ゆっくりこう動かして、パパパってこうフィルムを早く進ませて、そんなことは考えられないでもないけどね。でも突然なんだけど、美穂ってね、あんまりこうね、テレビっ子じゃなかったのね、ちっちゃい頃。だからこうピンクレディのね、こう振り付けとかね、全然そういうの分かんないの。あ、私なんかこう、あのロスにね、写真集した時に、あのカメラのね、フィルム交換の間にね、チーコと一緒にそういうやつが踊ったんでね、いつも踊ってたんだけど、美穂だけね、入れなくてね、全然あんまり覚えてない。そう、美穂いつも言ってたもんね、美穂知らない、美穂知らないって言ってたの覚えてるよ。だって入れないんだもん、一人仲間は。でもこの間さ、あの学校のなんだっけ、校外学習でね、あ、長野行った時もね、こうキャンプファイヤーのとこで、女の子ね、なんかグループを作ってね、発表するんだよね。そう、あそこでね、またピンクレディの SOS なんかね、やったんですよね。高い方と低い方に分かれて一生懸命練習してね。でもしらけてたなんて言わない。そんなことは言わないよね。結局ダメだったみたいだけど。これは英子の一番好きな曲なんですね。カルチャークラブのタイム、聴いてください。Yeah.
夜のすすショーはそろそろお時間なんですけど、いろいろなテレビ見たりラジオ聞いたりしてきたけど、まさか自分たちがね出るようになっちゃうなんて思わなかったからね、うん、でも聞くと見るとじゃね大違いだからね。私たちここだけの話 NG ばっかりだもんね。じゃあまた明日。すすめ少女隊、この番組はスキーとゴルフでおなじみのビクトリアがお送りしました。